皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回は祝チャンネル登録者数4万人突破ということで動画撮らせていただいてます。ありがとうございます。皆さんの応援本当に感謝です。ありがとうございます。くるみどりチャンネル、くるちゃんを始めて約1年と半年ぐらい経とうとしてるんですけど、こうして4万人の方に登録いただいて、皆さんが要所要所気になるポイントを多分見てくださってるおかげで、順調にチャンネル登録者数が伸びていっております。本当にありがとうございます。嬉しい限りです。始めた当初は本当自分にこんなにも多くの方が見てくださる方がつくとは正直思っていなかったので、とても嬉しいとともに感謝感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。で、今回は4万人突破ということで、ちょっとこれからまず自身が何をしていきたいか、何をすべきかをちょっと振り返ってみました。やっぱりこういうふうにいろいろ進めていく中で、私の中でも目標がないとなかなかそれに対して実行やってやろうっていう気持ちが湧かないので、今回この動画ではこれから私がやりたいことを、やるべきことをやらないといけないと思いながらもちょっとできていないことなど、ちょっとお話しさせていただくとともに、皆さんに、視聴者様にこう宣言することで自分をかき立てようと思っております。最後までご視聴よろしくお願いします。まず私がやりたいなと思っていることを、一つ目、これはオリジナルの T シャツを作りたいなと思っております。この4万人突破の記念で、くるみどりチャンネル、くるちゃんの T シャツ作りたいなと思ってます。もうずっと何かしらの事業でオリジナル T シャツを作りたいっていうのはあったんですけど、なかなかタイミングが、あとこう記念すべきっていうところで一歩踏み切ることができずやっていなかったんですけど、今回こそはやってやろうということで、自分の思い描く理想としては、私と私の大好きなモンステラをイラストに描いてもらって、でそれをプリントして T シャツにするっていうのがやりたいなっていうイメージなんですけど、ちょっとこれをね模索しながら、初めてのことなのでどうなるかわからないんですけど、考えながら T シャツ作成しようと思ってます。それでその T シャツを受注で販売したい、ここまでが私の目標です。ぜひ今ご視聴いただいている皆さんにも、そのね T シャツの柄が気に入ってくださったり、イラストレーターさんに頼むので、その方のファンだったりとか、いろんな方にくるちゃんを知っていただければなと思っておりますので、 T シャツ販売もしようと思っております。気になる方は今後の私の動画、あとはインスタグラム等もチェックしていただけると嬉しいです。で、ここで出ました、今インスタグラム、はい、私インスタグラムの更新がいまいちコンスタントにできず滞ってしまうっていうことが多いんですね。これは自分の欠点だと私は思ってます。なのでちょっと今迷走していて、こう説明をね文章で書くとか、あとは自分をちょっと写真に撮って出すとか、いろいろ考えてるんですけど、やっぱり私が皆様にできることって言ったら、こういった植物の情報をお伝えしたり、自身の植物の観察日記、こういうふうに成長したよっていうのを皆さんにお伝えするのが私の役割だと思っているので、インスタの方でもこうリールで短く、もう単発的に分かるような、 YouTube は結構10分以上かかる、こう見ようと思うと皆さんのお時間もこう10分以上取っていることになるんですけど、インスタだったらリールだったらもう30秒でパパッと、1分でパパッと皆さんにポンポンポンと見ていただけると思うので、インスタもそういった形で皆さんに、あ、これ気になる、ちょっと振り返りたい、そういった時に見ていただけるようなコンテンツにしたいなと思っております。というか、しましょう、はい、宣言します。くるちゃん頑張ります。そんな形でまずちょっとね、インスタの更新もリールをやったり、あとは写真を綺麗に撮るなどの自分のスペックをこう上げながら充実させていきたいと思っておりますので、チャンネル登録してくださっている方、あのインスタグラムの方もこれからやります。まあ以前もちょっとやってます。ぜひ見ていただけると嬉しいです。あとはですね、私個人的なものになるんですけど、今こうやって YouTube を撮っているこのカメラ、はい、カメラで私撮ってるんですけど、カメラを新調して自身の心を新たに、さらに綺麗で皆さんに植物の良さを伝えられるようなスペックのカメラをちょっと新調しようと思っております。今のカメラは同じく YouTube をやっているガーデンデザイナーのマナズマナカに選んで買ってもらったんですけど、またちょっとね新しいものも出てると思うので、私自身もちょっとカメラのことより詳しくなって、動画の撮影のスキルも上げていきたいなと思っております。皆さんになんかこう YouTube 動画撮るならこのカメラおすすめだよとか、こういう風にするとうまく動画撮れるよとか、植物の写真綺麗に撮れるんだよなんていうお話も、植物とはまた違うかもしれないんですけど、情報を持ってる方ぜひ私にいただき
けると嬉しいです。あとはもう今後の私のやるべきこと、やっぱりこういう風に YouTube をずっと続けていく、定期的に毎週2本上げてるんですけども、これを続けていく、家事育児しながら、他の仕事をしながら、それに限らず YouTube では皆さんとつながっていきたいと思っておりますので、もうこれはもう第一の目標というか、自分の人生の一部になりつつあるなと思っているので、これからも皆さんにご視聴いただけると嬉しいです。あとは4万人、5万人、6万人、多くの方に見ていただけるような充実したお話ができればと思っておりますので、私もこうね、日々勉強しております。植物に教えられることもあり、新しい情報があればすぐ吸収する、インプットするっていう形で、ね、日頃植物のことを皆さんにお伝えるように努力しておりますので、これからもくるみどりチャンネル、略してくるちゃん、見ていただけると嬉しいです。今回の動画ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録もお待ちしております。はい、頑張ります。 T シャツ作成します。インスタ更新頑張ります。あとは今後の YouTube 動画も引き続き頑張ります。皆さんの応援感謝です。これからもよろしくお願いします。くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺で、バイバイ。これからもよろしく。